私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。2024年のスポーツの力はブラブリッツ秋田クラブコミュニケーターの前山恭平さんからスタートです。こんにちは。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。15年前に大学卒業してから、はい、すぐ秋田に来ていただいて、はい、その時はまだ JFL、はい、当時は今みたいにプロのチームではなくて、ほとんどの選手が働きながら、そして拠点が秋田市でもなく、はい、由利本荘にかほ市を拠点に活動していて、はい、これまで在籍した選手が頑張ってくれたおかげで、今のブラブリッツ秋田、はい、ようやく15周年を迎えられたのかなと思います。1年目と15年経ってちょっと秋田にいらっしゃいますもんね。はい、こうブラブリッツ秋田が結果を出してカテゴリーが上がっていくにつれて、うん、応援してくださる方がすごく増えてきたなっていうところを感じますし、サッカーをやる文化、見る文化っていうのがこう定着してきつつあるのかなというふうに思います。今最も力を入れている部分はどこになるんですか？もうブラブリッツ秋田を知ってもらうところ、そしてブラブリッツ秋田をより身近に感じてもらうような活動に力を入れていて、本当にもう地域に出ていっていろんな方と交流して好きになってもらうっていう活動をこう力を入れてやっています。秋田県を代表して戦っているチームだよっていうところ、より身近に感じてもらうっていうのはまだまだ足りてないなと思っていて、そういった本当にブラブリッツ秋田が秋田にあって、秋田に選手たちは秋田に住んで秋田のために活動しているんだっていうのをこう知ってもらって好きになるような活動を、やっていければなと思います。今シーズンどんなサッカーを見てくれますか？まずはやっぱりブラブリッツ秋田らしいサッカー、はい、しっかり戦って走って球際で負けない、うん、そういったサッカーは今年も継続してやっていきたいですし、プラスアルファ今年も吉田健監督のもとさまざまなことにチャレンジしていくと思うので、より魅力的なサッカーが見れるかなと思います。もう今年は J1 に行けるんじゃないかな。おー、さあ最後に前山さん、この質問を聞かせてください。はい、スポーツの力とは？はい、人生を豊かにするものです。サッカーだけではなくて、こうスポーツをやること、見ることによってこう人生っていうのがより豊かなものになっていくと思いますし、こう皆さんにスポーツを身近に感じてもらっていろんなことを感じてほしいなと思います。応援してますので。ありがとうございます。スポーツの力。